いやしかしめちゃくちゃいい天気や。さあ、ただいまね、時刻は、8時19分ということでね、はい、2024年1月1日の朝です。道の駅熊野板屋黒兵衛の里というところでね、そっか、道の駅敷地内はテントを建てたらダメなんですね。先ほどね、1月1日郵便配達のね、バイクを見かけましたよ。そう、年賀状の配達ですよね。いや、お疲れ様です。とはいえね、もう年賀状を出す人もすごい減ったでしょうね。もう僕もね、はい、今までの付き合い上ね、出してますけども、やっぱり年々減っていってますし、今年で年賀やめますっていう風なね、はい、年賀状も来ますしね。だんだんと廃れていく文化もね、まあ仕方ないのかなと思いますけどもね、これだけ世の中デジタルが進むとね、やっぱり紙の文化なんでね、もうまどろっこしいよね。ゴミにもなるしさ。でもまたいずれ紙の時代もやってくるのかなと、うん、勝手に思ったりもしてね、解雇主義ってやつでね。まあそれはそうだね。先ほどもね、道の駅寄ってトイレ行った時にね、あの道の駅の敷地内にテントを張るなという張り紙がありましてね、そういうのも見ると寂しいなっていうね。まあ、あのそれはまあそうかもしれないんですけどもね、なかなか日本全国を旅しててね、どこで泊まろうかっていうのは、僕も近い将来ね、日本一周旅またやりたいと思ってるんですけどもね、基本的にはやっぱりテントで泊まりたいなっていうのはあるんですよね。そしてその後にはまたね、車でも回りたいと思ってまして、その時はね、キャンピングカー、まあ、そこまで行かないかもしれないんですけどもね、車で回ってね、車中泊しながらいろいろと回っていきたいなという思いもあったりします。そういう中でね、先ほどの道の駅、敷地内ではテント張るなよということなんですけどもね、やっぱりテント張ったら邪魔ですかね。ほんの敷地のね、端っこでいいんですよね。夕方道の駅が閉まった後ぐらいにパッと来てね、オープン前にねパッと撤収するんで、その隙間時間でいいんで、ちょっとだけテント張らしてくれたらなーっていうのは、もう勝手な本当に思いなんですけどもね。ただまあそういうことも今はもうね、できない時代になってきたのかなというふうなね。例えば今の道の駅って車中泊はどうなんでしょうね。車だったらいいの？まあ、当然キャンプ行為はダメに決まってますよね。だから、まあ、車でパッと来てね、言うたら休憩の長いバージョンですよね。まあこれ微妙な言い方かもしれないですけどもね、まあ言うたら仮眠、ちょっと長めの仮眠っていう感じですか。それを車中泊というのなら、それはそれでいいのかな、どうなんでしょう。もしいいとするならば、例えばですよ、バイクでね、道の駅に行きましたと、それね、もう車1台分しか使いません、そこにバイク止めて、そのすぐ横にね、小さいソロテント立てて、そこでもう寝るだけ、キャンプ行為もしないんですよ。朝になったらもうね、皆さんが動き出す時間前にはもう撤収してね、さっと行くということなんですけどもね、それはどうなんでしょうね。ふとね、思いついたんですけどね、どうなんでしょうね。車1台分のスペースを使ってのバイク旅、車がもしいいのであればバイクもいいんじゃないのというふうにはならないんかな。バイク旅をするならば、もうキャンプ場を毎回探すか、それとも、もうホテルに泊まるかということになっちゃうかもしれないんですけどもね、できたら道の駅とかでね、すっともう誰にも邪魔にならないように寝れたらいいなというふうなね、まあ、これ勝手な言い草っていうのはね、もう十分分かってるんですけどもね、あくまでも僕の理想っていうか想像のあくまでも話なんですけどね。そして今は2024年ですよ、いよいよやってきました。運送業界にとってはね、はい、どうなることやらのね、2024年問題っていうのがあるんですけどもね。で、僕の会社もね、運送業もやってるんで、
この2024年問題というのは非常に大きなウェイトを占めてきてね、さあ、まあ、今更ながらどう対策しようかというのを今一生懸命やっているところではありましてね、まあ、その中でね、ふとなんかニュースで聞いたんですけどもね、高速道路のサービスエリア利用時間によっては有料化にするとか、そんな話があったんですけど、これマジですかね。まあ、それを検討しているということなんですけどもね、いやーどうなっちゃうんでしょう。ということは今サービスエリアを使って車中泊旅をしている人にとっては死活問題ですよね。せっかくキャンピングカーを買ってサービスエリアを渡り歩いてね、旅をしている人もいてると思うんですよ。ということはそういったサービスエリアでそういうことももうできないということになっちゃうのかなと。いよいよ今後車中泊に対してもなかなか厳しい時代になってくるのかなと思ったりしてね、その辺どうなんでしょうかね。もしご存知の方いらっしゃったらね、教えていただけたらありがたいんですけどもね。昔みたいなね、寛容な時代っていうのはもう今は違いますからね。少しでも違和感のあること、人と違うことをすればそれはもう叩かれる時代となってきましたからね。まあね、もちろん泊まるんならそういうとこ泊まらずにきちっとお金を払ってキャンプ場を泊まるなりホテルに泊まるなりするのが当たり前やろうというね、そういう意見をお持ちの方も当然いらっしゃるでしょうしね。ただやっぱりね、それじゃあロマンがないんよそもそもロマンなんかどうでもええやろうっていうね、ロマンでは生きていけんぞっていう風な話になっちゃうかもしれないんですけどもね。やっぱりまあこれあくまでも今話してるのは僕の想像の世界の話ですよ、理想論ですよ。バイク旅でねふらーっと行ってもうどこでももううわっ怖ー、今反対車線を自転車走ってたんですけどもね、めっちゃ怖かったですよ、ライトもつけんとねもう怖いな。まあまあそれはそれとしてね、まあそういった今自転車でね、自転車旅、バイク旅、あとは車のね、車中泊旅にしてもね、今後やりにくい世の中になるのかなという気がしますね。ちょこっとそういうスペースをお借りしてね、はい、もう迷惑かけないようにするんで泊まらせてもらえたらな、寝るだけでいいんですよ夜を過ごさせてくれたらいい、それだけなんですよ。それさえももう許されない世の中になるんでしょうな。でもすでになってんのかな。そして今やもう RV パークっていうのもできてますしね、そういった車中泊する人がそういった RV パークっていうところお金を払って泊めて、一晩過ごすということでね、もちろんそのお金払う以上はトイレもありの、あとね水もありの、ゴミも捨てれるといったね、まあいたせり尽くせりの施設にはなるんですけどもね、ね、そういう時代になっちゃったんですよね。っていうかね、めちゃくちゃ綺麗な景色ですよねいやー最高に気持ちいいわ。1月1日元旦の朝ですよ、横を流れるのは熊野川、いやー今紀伊半島のね山の中をね走っております。紀伊半島の山、もう霊山ですよ、山一体がね霊山ということでね、神々しい。まあ、自分としてもね、この先、まあ、まだ何年も後の話になるんですけどもね、やっぱりそういったね、もう気楽に泊まれるような旅をしてみたいなというのがありますね。ただね、なんていうんかな、安く済ませたいとか、お金がないとか、そういう話じゃないんですよね。やっぱりそういうのをやってみたい、憧れるっていうのはあるんですよね。道の駅とかでね、夜になると、もう隅っこの方でテント立ててね、寝てる方も今もそらいらっしゃるでしょう。ただやっぱりね、いつ何時通報されるか分かりませんしね、時によっては警察の人に職務質問されたりとかね、ダメですよって言われてね、もうめちゃくちゃ嫌な気分にもなりますしね。いずれはね、僕もそういったバイクでね、ふがりと回る、ふがりと自由気ままな旅がしたいと思ってる身としてはね、いいアイデアがないかなっていうのはね思ってるんですけどもね、現実としてはもうキャンプ場を渡り歩くしかないのかな。まあそんな感じでね、すいません、ちょっとダラダラと話させていただきました。もしね、こんな手で泊まれるよっていうのをね、ご存知の方いらっしゃいましたらね、またご教授いただけたらありがたいなと思います。それでは以上でね、動画の方終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。